にちは。太陽ガルーシーの大西玲子です。みんな頑張ってますか？ちょっとでもいいから少しずつ体を動かしていきましょうね。今日は体を横に動かす動作をします。横に動かすけれども全身運動につながって代謝がすっごく良くなりますから頑張ってみてくださいね。はい、じゃあ足をまず伸ばしてみましょう。横に伸ばしますね。はい、で座っていただいたらいいんですけど、ちょっと注意点言いますね。まず何もしない状態で座ってるけども伸ばした方の足のお尻の底浮いてませんか？ちょっと浮いてた。はい、それ床につけてください。つけられましたか？はい、つけた時体どうなりました？こんななってません？なってますね。じゃあつけたままでこの体をまっすぐのところに戻せば綺麗に座れますよってできないでしょう。ね、はい、難しいんですよね。だから違う方向でお尻をつけましょう。私が、おすすめしているお尻を両方ちゃんとつける方法はこちらの膝を少し上げます。お尻がつくところまで上げます。つきましたか？ついたら体はまっすぐに保つことがすごく楽でしょ。まずこの体がまっすぐに保つことができる状態が大切なんですね。膝が痛くなってきた。はい、膝痛い人はねこの足をもっと前に出してください。はい、膝楽になったでしょ。これでいいのよ。これで頑張ってね。はい、そしたら私は足を戻しますね。はい、じゃあかかとを突き出してみましょう。はい、かかとを突き出したらつま先がこっちに来ましたね。近づいてきましたね。はい、つま先近づいて、ちょっとでも近づいてきたから、持てませんか？持てますか？今日このぐらい。あ、私こんなに持て、ああ、私ここ。あ、みんなそれぞれ違いますか？今どの辺まで持てるような、届くか、確認してください。じゃあ反対の練習です。練習とか確認ですね。はい、座ってみましょう。で、さっきは上がってたけど、こっちは上がらない。もしくは逆の人もいます。同じようにこちらの膝を、はい、上げてお尻をしっかり床に両方つけてください。膝が痛い人は前に出すよ。いい？はい、で私は足を戻しますね。はい、かかとを突き出してつま先こっち来たから、持てる人は持てるようになった。こんなでもいいです。今どのぐらいのところにあるかを確認してください。こうやったらどの辺かね、確認しておいてください。はい、で届かない人の持ち方です。届いた人はこれでいいです。届かない人は足を下から、後ろから下からいて指が回り込むようになるところまでしっかり掴んでください。ここの人もいればここの人もいるし、もっとここの人もいるかもしれないけど、必ず下から巻き込むように持ちます。はい、で肘を伸ばしていきますね。はい、かかとを出して掴んで肘を伸ばす。背骨をおへその上に戻す。そんな力を体に入れてください。ここはそのままです。はい、かかとを突き出して掴んで肘を伸ばして、背骨をおへそのところまで戻そうかなって、頑張って戻そうかな、ここまでですね、おへその上まで戻そうかなってした時に、ここが引っ張ったみたいになってる状態、それで OK です。それで OK です。はい、戻しましょう。逆の練習してみましょう。うん、ちょっとずつできてくると嬉しいね。はい、足を持ちましょう。はい、かかとを突き出して掴んで肘伸ばす。こっちの膝は向こうに突き出すような感じね、入れてくださいよ。はい、でしっかりぐーっと背骨をおへその上に並べるように、はい、体をぐーっとこっちに、あ、これ肩甲骨をしっかり寄せておいてください。引っ張ったみたいになってますか？
はい、OK です。戻します。はい、また反対しましょう。はい、じゃあ次ですね、暇そうにしてる腕がありますね。この暇そうにしてる腕を仕事させましょう。こっち同じです、ね、反対側の手です。前から上、上に来たら必ず指先をしっかりと突き刺す。そこから胸を開いていくようにして腰を斜め上目指して伸ばすのよ。そこから吐いてで下ろすときはうわーで前に下ろしてください。 OK、 はい、じゃあやっていきましょう。いっぱい吸えたらお腹、肩甲骨の下、かかと突き出す、掴む、肘伸ばす、はい、背骨をおへその上に並べるような状態にして胸を上に突き出すようにすると、そう、指先を天井に突き刺してかかと突き出して膝は突き出すね。はい、斜め後ろ上に伸ばしていく。はい、戻すときは力抜いて前へ上がって、はい、OK、 反対練習。はい、ではいきますので、今日吸って、はい、お腹ファスナー、肩甲骨、かかとを突き出す、掴む、肘伸ばすよ。はい、そのままかかとを突き出して胸を上に向けていく。突き出すようにしたら指先を天井に突き刺すね。曲げた方の膝、曲がってるところをずっと、はい、突き出すようにして後ろ斜め上です。胸突き出す、かかと頑張って、肩甲骨の下、お腹のファスナー、はい、力抜くよ。吐いて前へ、よいしょ。脱力もね、とっても大事ですよ。はい、じゃあ反対いきます。次の、腕の動きですね。前から後ろ来ました。次、後ろから上通って前行きたいんですけど、この前の時にこっちの足の持ってる方の手に近づけていきます。持てる人はここでいいです。ここで指引っ掛けて持ってください。で、背骨を戻す感じ。持てない人、ここにこうやって置きはるんですよね、みんな。これじゃあこっちの手全然力入れられないでしょ。だから下から掴んで、下から掴んで、で背骨をここまで持ってくる力を入れましょう。ここからここですね。はい、ではやっていきましょうね。まずこちら用意して後ろの手ですね。で、後ろに手をすると息を吸ったら上向きになってきます。上向きになってきますよ。さっき下向きでしたね。上向きになってきますよ。はい、ではいきます。はい、息を吸って上向きになってますね。で、お腹バスナー、肩甲骨の下やってかかと突き出して掴んで肘伸ばすよ。はい、後ろから上に上がってきて指先を突き刺して、そこからゆっくりと伸ばしたまんまで持ってきてください。掴んだら、こっち掴んだら背骨をここへ戻してくるようにして、後ろです。はい、行きますね。鼻を伸ばすな、肩甲骨かかと突き出す、つかむ、肘伸ばして、はい、後ろから上、胸を突き出して、指先天井、曲げた方の膝突き出すよ、そのまま。はい、ゆっくり。はい、持ってきて、肘伸ばした状態よ。はい、で、肩甲骨、はい、背骨をその上に戻すような感じ。はい、その動き、かかと突き出して、吐いて、緩めて。前手を上に上げて戻してきて、上手を戻しましょう。よいしょ。はい、では足をあぐらにしてください。一回伸びときましょう。ちょっと座り心地どう、良くなった？はい、手を組んで息を吸って、お腹ファスナー、肩甲骨、前から上に移動していきましょう。はい、ひっくり返すときは肘をなるべく使わずに手首で天井を押して、お腹ファスナーです。膝は両方に突き出す感じ。はい、はい、吐いて、ストーン。下ろしましょう。はい、吸って。はい、吐いて。はい、足一回伸ばして。よし。座り心地どう？動きがちょっとマシになったかな？はい、足、かかと突き出して、届くかどうか確かめて。さっきより届くようになった。いっぱい届くようになった。はい、OK です。反対の足もどうか確認してください。はい、かかと突き出した、こっち来ました。はい、どう？
だモデル、モデル用のだ、見えないところまでいったね。はい、OK です。はい、じゃあ足をあぐらにしてください。はい、息を吸って、はい、手を上に。